どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義即可塾の久保でございます。今回はね、セルフイメージというテーマでナミさんからの動画が送られてきましたので、私もね、セルフイメージの大切さについてメカニズムをね、お話ししていこうかと思います。まあ、例えばね、恋愛に挑戦してね、まあ、自分の好みの女性に告白しました。でも振られました。また勇気を出してもう一回ね、別の方に告白しました。振られました。そういう形で、 幼い頃から成長期、そして青年期やもしかしたら中年まで、振られまくって振られまくって振られま,られまで行くって言ったらどうなるかなっていうことなんですけども、10回中10回振られたらね、いやまたどうせ次もダメなんだろうなっていうふうな気持ちになってくるんじゃないですかね。でも反面ね、告白するたびに OK 出されたり、何かっていうとバレンタインでにチョコいっぱいもらったり、とにかくモテ続けたらどうでしょうか新しい恋愛に、 向かっていくときにどうせダメだろうなーって思いますかね多分まあ今までもうまくいってたからいけんじゃないのっていうふうに感じることだと思いますそれからですね運の要素が非常に多く絡むゲームやギャンブルごとも勝負したときに肝心なときに勝つ肝心なときに勝つ肝心なときにまた勝つこういうことを繰り返してギャンブルで ピンチの時を何回も脱出してきた人土壇場でなんとかなんじゃないかなっていうふうな気持ちになってくると思うんですよ。でも肝心な時に恨みを引いてガツッとやられる。肝心な勝負の時に体調が悪くなってやっぱりやられる。さまざまな様子で肝心な時にやられる肝心な時にやられるってことを繰り返したら俺本番に弱いんだよねっていう風うなイメージできると思うんですよ。でもこれって過去の積み上げから来る 未来への思い込みなんですよねだから逆にこう思うこともできます今まで相当悪いことばっかり続いたからそろそろいい目見るんじゃないのとかねまあ営業とかでもね5本本に1本営業が取れるる人っているわけですよそうするとね断られ断られ断られあそろそろ取れる1本が近づいてきたんじゃないかなっていうふうに逆に自分を奮い立たして取っていくんですよね。 ももちろん本本中5本がダメなこともありますそうなったら次の5本で2つ取れるんじゃないかなっていうふうに考えていくそうなんですよ。こうやってセルフイメージを高めるってことは過去にこう起きたからだからそれが続くだろうっていうふうに捉えることも一つですし過去にずっとネガティブなことが起きてたからそろそろご褒美あるんじゃないのっていうふうに運は平等だと。プラスもマイナスも人生繰り返してみたら結局 バランスが取れるんだっていうふうな考え方で悪いことが続いたからこそこれからいいことがあるっていうふうに考えるのもセルフイメージの作り方なんじゃないかなと思いますまあこのメカニズムを利用して自分に自ら追い風を吹かせるのかそれともね今までずっとダメだったからこれからもどうせダメだよっていうふうに自らそのように未来のセルフイメージも今までと同じように続くというふうに思い込んでしまうのかそれはあなた次第ということなんじゃないかなと思います はい、ではお疲れ様でございます。本日は以上です。